はい、こんにちは。11週が、経過したので、今日はその経過報告をしたいと思います。ケトジェニックダイエットを始めたっていう風な形でやっていたんですけれども、そろそろケトジェニックダイエットをちょっとやめようかなっていう形で今動いているので、まあとりあえず体重とかを測っていきたいと思います。はい、体重が 69.0 ですね。 100g 落ちてるんで、まあまあっていう形ですね。はい、ウエストいきます。はい、ウエストが 73.8cm でした。始めた時と比べていきましょう。ということで今回はこんな感じです。ケトジェニックダイエットは、もう18日ぐらい経つんですけれども、今日明日ぐらいで終わりになります。でそこからまたローファット低脂質の、ダイエットに戻していこうかなというような形で考えてますので、はい、まあこれぐらい出てくると体重がなかなかね減りづらくなってくるんですけれども、まあ体重も見ていきながら、一番は体の状態、まあ、皮下脂肪とか脂肪の落ち具合を見ていきながらやっていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。それでは